韓国の大手芸能事務所の一つ YG エンターテインメントに所属するブラックピンクは JIS ・ジェニー・ロゼリサのメンバーからなる4人組のガールズグループ全世界が注目するアーティストとして爆発的な人気を証明しているブラックピンクは世界最大のガールズグループとして世界中のファンを魅了しています。今回はそんなブラックピンクメンバージェニーのいじめ問題炎上騒動 熱愛ついいいいてて見ていきたいと思いますデビュー後に大きな人気を得ている k p o p アイドルのブラックピンクニュージーランドで留学していたメンバーのジェニーが学生時代にいじめをしていたとの噂がありますジェニーの過去に関する内容が韓国のネットで広まったのはなんとまだデビューする前の2012年9月です同級生の証言として私は2010年にジェニーと同じクラスだったんだけど 英語が下手だった私はジェニーと現地の学生にいじめられていました。本当に自殺したいと思うほどです。ジェニーは自分がやりたいようにならないとダメな性格で、英語が下手な韓国人留学生を無視したりいじめたりしてました。と言っていました。英語が下手な子をいじめたりするのは、衝撃的です。その後、このことが問題になり、怒ったジェニーのファンたちから、作り話だ。 という反論が上がったりしていたのですがまた違う同級生が登場しましたそこで詳しくは言えませんがジェニーと仲良かったこの弟と同じクラスでしたジェニーは男友達が多くて他の韓国人をいじめたりしてましたと発言していましたここまで来ると全くいじめはないとは言えないかもしれませんし学校の雰囲気的に勉強を頑張る真面目な感じではなさそうです他にも 外国でで西洋人人人ととばっかり仲良くして、て、自分がアジアアアジジあるこをを忘れてアジア人をバカにしたりしていたそうです。学校の近くのバーガーキングで韓国人の友達とハンバーガー食べていたらジェニーとジェニーの友達が横に座って私たちの方にポテトを投げてきて韓国語で怒ったらジェニーたちは笑いながら韓国語を真似したりとにかく笑いものにしていたそうです。 ジェニーはその後もいいいろんなことででじめをしていたようです韓国人は貧乳で英語もできないからしゃべりたくもないって外国人の子と一緒に韓国人をいじめてましたこれが大きく問題視されているのはここまでいろんな証言と写真とかが出てきているのに YG エンターテインメントは公式的に何も発表していないからのようですもちろんこういったジェニーに対する証言は証拠が不十分という話も出ていますが またいじめに関する証言に対して注目が集まると、最初にネットに書き込みをした人が自分の証言をすべて削除されています。その後は、特に追加の暴露もしていないので、信憑性が疑われている部分もありますが、賛否両論出ているようです。2023年6月4日に公開された、自アイドルに出演したブラックピンクのジェニー、話題の作品に出演シーンが卑猥でアイドルとして問題視する声が多いようです。 2023年5月のカンヌ映画祭で1話2話が先行上映され話題になっている作品で放送が待ちきれない人も多いのではないでしょうか1話が公開されてから出演シーンの過激さと演技について炎上しているといわれていますがジェニーの演技について炎上している様子はありませんもともとこの作品は女性蔑視ではないかと議論されているようです主演のリリー・ローズの大胆な露出シーンが多いこと 描写が女性出演者だけ多い、作品としての美術価値がよくわからないなどと批判が多いようですこれはジェニーがというよりは脚本やそもそものストーリーについての批判的な意見が多いといえそうですジェニーのダンスが下品で炎上している理由としては「悲哀で連想させるシーンがこれは大丈夫なのか」とファンに拡散され物議を醸しています世界的アイドルなのにこんな悲哀な内容でいいのか と女優デビューにしてて過激すすぎななので問題となっていますしかし海外ファンの間では彼女は27歳の大人なんだから愛嬌だけで演技ができるとでもという意見があり架空のダンスショーの一部でこんなにギャーギャー言う意味がわからないといった意見が多くを占めていますおそらく文化の差でこのように意見が割れているようです韓国ではこのダンスに対してジェニーに対する炎上というよりは 監督に対しての女性差別だというう意見が多数あるようですまたこの動画によってはジェニーを性的な目で見る人が一定数増えるためこの作品に出演した影響が悪い方向にいってしまうという懸念の面から炎上しているといえそうです。特に韓国ではフェミニズム運動が盛んになっているためこのようなコンテンツを出すと監督や作品に対して炎上することは分かっていたような気もします。また この脚本の内容が性的な内容を含むのが多いと内容が暴露されており、撮影時から何かと問題が起きていたようです。高級ブランドの顔になっているジェニーですので、卑猥で下品さが前面に出るとイメージが崩れてしまうのは間違いありません。海外での女優デビュー作品としては、成功かもしれませんが、国内では酷評が相次いでいるのは下品でイメージを崩すことになってしまうからのようですね。そんなジェニーが、 旅行先で撮影した写真を投稿しそこに写る彼女のファッションが V との交際を匂わせるものだとして話題になっています一見何の変哲もない写真なのですがこれを見た k p o p ファンたちの間からは以前から噂になっていたボーイズグループ BTS の V との交際を匂わせる内容が含まれた投稿だという声が上がっていますしかしその写真の中の服装が今年5月 フランス人ジャーナリストがジェニーと V がパリでデートをしている様子だという動画を公開していますがその時の女性の服装と今回のジェニーの服装がそっくりだそうですこの服装はジェニーが今回インスタグラムに投稿した一部の写真の中で身につけているものとそっくりですが今回のジェニーは青と赤のスカーフを首に巻いていますまた今回の写真の中の一枚で ジェニーはクマのイラストが描かれたバッグを肩から下げていますがクマは BTS メンバーを表す絵文字の中で V を表すものとして知られていますさらに Twitter ユーザーはジェニーの投稿写真の中にあったキャビアを持った皿の写真が V がスタッフと食事をした際に撮影したという写真に写っていたものと似ていることにも気づいていましたこの写真がどこで撮影されたものかは分かっていませんがこれらのにわせ写真を受け ファンたちからは「ジェニーが V との交際を認めた」という声が上がっています SNS ではジェニーへの皮肉と「二人とも可愛いしお似合いくっついてほしい」といった擁護コメントが多いようですジェニーと V は2021年 V がインスタグラムで謝ってジェニーのアカウントをフォローした後に交際が始まったとされています2022年にはジェニーと V と見られるカップルを最終投で撮影したという写真が浮上し さららにニューヨーーヨクでのデート疑惑も報じられましたジェニーの所属事務所と V の所属事務所は2022年いずれも2人の交際を否定していましたしかし2023年5月にパリでのデート疑惑動画が公開された後は両者とも韓国のスポーツ紙に対して所属アーティストの私生活については分かりませんとコメントしていますいかがでしたでしょうか あなたの感想やご意見をぜひコメント欄に書いて教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。